百発百中の希代の砲術家稲富助直、素人に負ける。皆さんこんにちは。今回の歴史じっくり聞こうは稲富助直について紹介していこうと思います。戦国時代の戦を劇的に変えた鉄砲ですが、それに長けた者の中には砲術家として名を成した人物もいました。今回ご紹介する稲富助直もそうです。標的を見なくても音だけで方向を予測し撃ち抜くという神業の持ち主でしたが、意外に残念なエピソードの方が有名だったりします。さて、どう残念だったのか、彼の人生を紐解いてみたいと思います。稲富流砲術の創始者。天文21年1552年、助直は丹後の国田辺、和歌山県田辺市に生まれました。彼の人生にとって大きな存在となる鉄砲は、彼の誕生の9年前に日本に伝来していますね。もともと稲富流のルーツは助直の祖父稲富直時にあったようですよ。佐々木義邦という大陸で鉄砲の秘術を学んだ人物に奥義を学んだと言われていますが、このあたりのことはちょっとはっきりしません。とはいえ、祖父直時の鉄砲術が父直秀に受け継がれ、それが助直にも伝わったというわけなんですよ。助直は研究熱心な人物だったと思われ、鉄砲術の研究と改良を重ね砲術書を記し、ついには稲富流砲術を創始したのでした。一色紙家臣時代、鉄砲隊で活躍。助直の主は丹後の守護である一色義道でした。義道は当初は織田信長ともうまくやっていたんですが、信長が焼き討ちした比叡山延暦寺のお坊さんをかくまったことで信長の逆鱗に触れてしまいます。こうして決裂した両者は戦闘モードに突入するわけですが、信長が差し向けたのは当時信長の信頼が厚かった明智光秀、そして細川藤孝、雄斎と息子の忠興でした。細川藤孝からは当時長岡姓でしたが、ややこしくなるので細川で統一しますね。この織田方の攻めに対抗しきれなくなった義道はたまらず城を捨てて逃亡しますが、家臣の裏切りによって自害に追い込まれてしまいます。当主と仰ぐ存在をなくした助直ですが、丹後の国衆はそう簡単に織田に降伏はしませんでした。義道の子一色義貞、三信を当主に担ぐと助直の居城弓の木城にこもり徹底抗戦を続けたのです。この時助直は自慢の鉄砲の腕を生かして織田軍を苦戦させたとか。巡り巡って細川氏に仕える。長引く攻防戦に手を焼いた織田方は明智光秀を仲介にして和議を申し込むことにしました。そして細川藤孝の娘イヤと一色義貞の政略結婚が決まり和睦となったのです。ところが天正10年1582年の本能寺の変で流れが変わってきます。信長が光秀に討たれると、光秀は姻戚関係にあった細川親子が味方になってくれると期待しますが、そうはなりませんでした。一方一色義貞は光秀に味方することを選びます。結果山崎の戦いで光秀が敗れ去ると、義貞の立場は一気に悪くなってしまいました。おそらく細川方でもこれでは隕石の自分たちまで疑われてしまうと思ったのでしょう。義貞は細川親子によって謀殺されてしまったのでした。ちなみに義貞の正室となっていた伊谷は実家に連れ戻されますが、兄忠興に切りつけて鼻に傷を負わせています。さすがプッツン忠興の妹と、まあそれは置いておいて助直の動向ですが、彼はこの間か、もしくはその後に細川氏に仕えるようになっています。やっぱり砲術の腕が認められていたらしく、細川氏の砲術師範に就任しました。
一芸は本当に役立ちますね。シラミを打ち抜き、飛ぶ鳥を見ないで打ち落とす。スケナオにまつわるエピソードについては、さすが希代の砲術家といったものが残されていますよ。17日間も断食して自分を追い込み、極限状態にまで持っていって、その状態で針にぶら下げたシラミを打ち抜いたり、家の中で鳥の声を聞き、どこにいるのか把握して鳥の姿を見ずして打ち落としたりしたこともあったとか。どんだけ神業。なんでも8丁、約870メートル以内の的ならば100発100中だったそうですよ。870メートル先も見えるのかっていうツッコミはなしでお願いします。ともかくその腕前が相当なものだったということは事実なんでしょうね。ところがどっこい、素人に負ける。さて、細川の家臣となった助直は、慶長の役では大陸に渡り、ウルサンワ城の攻防戦で活躍したといいます。実は助直の砲術は他の戦国武将にも垂涎の的だったようで、彼に教えを請うた浅野行長隊もまたここで大活躍し、戦後助直は行長から感情をもらうほどだったそうですよ。また助直は鉄砲の腕に優れていただけではありませんでした。具足を2つつけても自由に動き回れたということで、二両具足のあだ名を持っているんです。よほどの怪力と身体能力があったんでしょうか。ちなみに長宗我部氏を支えた一両具足とは関係ありません。しかしこの大活躍の裏でちょっと残念な話も伝わっていますよ。朝鮮出兵では日本軍の陣地に虎が出没するという話がちらほらありました。そのため細川隊も虎狩りを行ったそうなんですね。もちろん駆り出されたのは100発100中の腕を持つ男、助直でした。一方で立花隊からは立花宗茂の家臣などが参加していました。もちろん虎を仕留めたのは助直だと思いますよね。ところが助直の撃った弾は全然虎に命中せず、それどころか鉄砲に関してはほぼ素人の立花家臣が撃った弾がちゃんと当たっちゃったんですよ。しまいには本当は虎にビビったんじゃないの?なんて陰口まで叩かれる始末。恥をかいてしまった助直なのでした。残念。ガラシャを見捨てて逃亡?助直の残念エピソードは残念ながらまだ続きます。関ヶ原の戦いが起きると、石田三成は東軍武将の妻子たちを人質に取る作戦に出ます。まず標的となったのが細川屋敷でした。ここには忠興が異常な愛情を傾ける正室、ガラシャがいたんですね。三成の軍勢に屋敷を取り囲まれると、ガラシャは、それならば死にましょう、と家老たちに自らを刺し殺させ、屋敷に火をかけたのです。忠興は日頃からガラシャに、何かあったら恥ずかしめを受ける前に死ね、超威厄、みたいなことを言っていたんですが、本当にその通りのことが起きてしまったんですね。この時助直は屋敷の警護役の一人に任命されていました。他の家臣たちはガラシャの後を追って死を選んだんですが、なんと助直は逃亡してしまったんですよ。こんな時に二両具足の力を発揮しなくてもいいでしょう。さてこの後どうなったかというと、なんせあの忠興です。妻を失った悲しみというか怒りで、同じく細川屋敷から逃げた長男の妻を離縁しろと言い出し、長男がそれを拒否すると敗着した人ですよ。たかが家臣、容赦するわけがないのです。ぶっ殺すと言ったかどうかは分かりませんが、忠興が発したのは方向構え。これを出されるとどこに行っても仕官ができず、もし仕官させたなら仕官先と全面戦争も辞さないってやつです。どこかの黒田長政さんが後藤又兵衛って人に出したのと同じです。行き先をなくして途方に暮れる助直。しかしまたもや彼の砲術の腕が彼自身を救うことになります。徳川に拾われるラッキー。助直の砲術の腕がここで耐えることを惜しんだその人こそ天下人となった徳川家康でした。
家康は助直を鉄砲方として迎え入れることにしたんです。家康に忠興くんまあまあとなだめられては、さすがの忠興もぐぬぬっと方向構えを引っ込めざるを得なかったんですね。それにしても助直ラッキーです。こうして徳川方に迎え入れられた助直は、家康の四男松平忠義や九男徳川義直らに砲術を教えました。最後に鉄砲家らしくかっこいい逸話をご紹介。松平忠義は熱心に砲術を学んでおり、奥義も伝授されていました。ある時狩りに出かけた忠義ですが、どうも鳥が警戒して近寄ってきてくれません。どうしたものかと思案する彼に、ちょうど居合わせた助直の弟子が、ならばこうしてはいかがですかと声をかけます。弟子は鉄砲を符箱にくくりつけて肩に担ぎ、通行人を装って歩き始めました。すると鳥も警戒を解いて近寄ってきます。すると弟子はそのまま発砲し、背中越しに見事鳥を仕留めたのでした。鮮やかな手際にびっくりした忠義は、あんな技は教わってないぞと助直に抗議します。すると助直は、あれは秘伝ではなくて工夫です、教わった技をどう工夫するのかが大事なんですよと答えたとか。こういうところはさすが砲術を極めた人ですよね。まとめ。1. 稲富流砲術の創始者である。 2. 一式家臣時代は織田方を相手に戦ったこともある。 3. 一式氏の後は細川氏に仕えた。 4. 砲術に関しては神業の持ち主だった。5. しかし素人に負けたこともある。 6. ガラシャを見捨てて逃亡し、方向構えを出されてしまった。 7. 徳川家康に拾われ砲術を再び教えた。鉄砲の名手なのでかっこいい逸話もあるんですが、いかんせんガラシャを見捨てて逃亡のイメージが強くて残念なところです。そりゃあ忠興も怒りますって。ちなみに天下一気が短いと言われた細川忠興についての動画もありますので、興味のある方は右上のおすすめから見られます。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。今回の動画はいかがでしたでしょうか。こちらの軍配の上のボタンからチャンネル登録できますので、もしよかったら登録よろしくお願いします。あとこちらの動画もよかったら見てみてください。どうぞよろしくお願いいたします。